公共曲第5番、公共曲第5番派単調作品67、公共曲第5番派単調作品67は、ベートーベンの作曲した5番目の公共曲である。日本では一般に、運命と呼ばれ、クラシック音楽の中でも、最も有名な曲の一つである。ロマンドランの表する、いわゆる、傑作の森の一角を成す作品である。この作曲家の作品中でも、 形式美、構成力において非常に高い評価を得ており、ベートーベンの創作活動の頂点の一つと考えられている。ベートーベンの公共曲の中でも最も緻密に設計された作品であり、その主題展開の技法やアンから明エというドラマティックな楽曲構成は構成の作曲家にも反とされた。なおピアノソナタ第23番、熱情などが主題や 構成の面から関連作品と考えられている。本公共局は日本では運命または運命公共局という名称で知られているが、これは通称であってベートーベン自身による正式な命名ではない。この通称はベートーベンのデシアントン・シントラーの冒頭の4つの音は何を示すのかという質問に対し、このように運命は扉を叩くとベートーベンが答えた。 口実ことに由来すとされる。しかし、このシントラーの発言は、必ずしもこの作品の本質を表してはおらず、現在では、運命という名称で呼ぶことは適当でないと考えられている。学術的な妥当性は欠くものの、日本では現在でも、運命と呼ばれることが多い。海外においても、同様の通称が用いられることがある。 こうした事例は本作に限ったものではなく、他の作品にもある。詳細は公局、公共曲、公共曲の番号、公共曲の副題を参照のこと。公共曲第3番、英雄完成直後の1804年頃にスケッチが開始されたが、まず先に、公共曲第4番の完成が優先され、第5番は、より念入りに温められることになった。その他、オペラ、 フィデリオ、ピアノソナタ第23番、熱情、ラズモフスキー弦楽四重奏曲、バイオリン競奏曲、ピアノ競奏曲第4番などを作曲した後、1807年から1808年にかけて、公共曲第6番、伝言と並行して作曲された。ロマン派的な表題音楽の先駆けとも言われる、第6番とは、対照的に、公共曲第5番では極限まで。 絶対音楽の可能性が追求された。この二つの公共曲は、ロップコビッツ公尺とラズモフスキー伯尺に合わせて、呈された。楽譜の初版は1809年4月にブライトコプフ、ウンとヘルテル社より出版された。同年中の増卒においても若干の修正が、加えられた。1808年12月22日、オーストリアウィーンのアンデアウィーン劇場にて、 公共曲第6番として初演。現在の第6番、田演は同じ演奏会で第5番として初演された。初演時のプログラムは以下の通りであった。この演奏会の記録によると当日は暖房もない劇場で少数の観客が寒さに耐えながら演奏を聴いていたとされている。コンサートのプログラムは公共曲を2曲、ピアノ競争曲、 合唱幻想曲、全体で4時間を超えるという非常に長いものであって、聴衆や演奏家の体力も大きく消耗したことも、あり成功しなかった。さらに、第一部で演奏されるはずであったアリアは、出演予定歌手が、演奏会当日に急遽出演できなくなり、代わりの歌手が緊張の、あまり歌えなくなって割愛された。また、第二部のフィナーレを飾る合唱幻想曲も、 演奏途中で混乱して、演奏を始めからやり直すという不手際もあり、コンサートは完全な失敗に終わっている。公共曲第5番は初演こそ、失敗に終わったが、評価はすぐに高まり多くのオーケストラの、レパートリーとして確立されていった。また、後の作曲家にも、大きな影響を与え、ヨハネス・ブラームス、公共曲第1番で顕著や、ピョートル・チャイコフスキー、 公共曲第4番、第5番で顕著といった形式病を重んじる古典主義的な作曲家ばかりでなく、エクトル・ベルリオーズやアントン・ブルックナー、グスタフ・マーラーのような作曲家も多大な影響を受けている。ベートーベン以降は、第5という数字は作曲家にとって非常に重要な意味を持つ番号となり、後世の公共曲作曲家はこぞって、 第5公共曲に傑作を残している。とりわけ、ブルックナー、チャイコフスキー、マーラー、シベリウス、ショスタコービチ、プロコフィエフ、ボーン・ウィリアムズのものは特に有名であり、名作として知られている。ベートーベンは公共曲第5番で史上初めて公共曲にピッコロ、コントラ・ファゴット、トロンボーンを導入した。当時の管言楽では、 珍しい楽器だったこれらの楽器がやがて還元楽の定石を占いるようになったことを考えると、後の還元楽法に与えた影響は、計り知れず、この点においても非常に興味深い作品であると言える。自筆譜の最初のページには、バッシュと書かれたパートが、バッソに訂正されている。これは、ビオローネではなく、コントラバスを指定したことを示す。当時の長言は、 CGD の三弦であり、初演に加わったドメニコ・ドラゴネッティの名人演抜きには、この作品は成立しなかったと言っても良いだろう。公共曲の提携通り、4つの楽章で構成されている。演奏時間は約35分。アンからメエという構成をとり、激しい葛藤を描いた第一楽章から瞑想的な第二楽章、第三楽章の不気味なスケルツを経て、 第四楽章で歓喜が解き放たれるような曲奏上の構成をとっている。破短調、四分の二秒子、そなた形式、定時部反復してあり、ジャ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 ーン、もしくは、ダダダダンという有名な動機に始まる。これは全曲を通して用いられる極めて重要な動機である。特に第一楽章は、楽章全体が、この、ジャ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 ーンという動機に、 支配されており、ティンパにも終始この動機を打つ。冒頭の動機は演奏家の解釈が非常に分かれる部分である。ゆっくりと強調しながら演奏する指揮者もいれば、アレグロコンブリを、早く活発にという言葉に従ってこの楽章の基本となるテンポとほう同じ速さで演奏する指揮者もいる。往年の大指揮者には前者の立場が多く、この演奏スタイルがいわゆる、 ダダダダーンのイメージを形成したと考えられる。しかし、近年では作曲当時の演奏スタイルを尊重する立場から後者がより好まれる傾向にある。ハインリヒシェンカーによると、この八音は全体で一つ除く和音のような機能を果たしており、最後の D 音に最も重点があるとされている。この動機をもとにした主題を第一主題として、 古典的なそなた形式による音楽が展開される。第二主題は、そなた形式の通例に従い、第1主題とは、対照的な穏やかな主題が採用されている。ただし、第2主題提示の直前に、ホルンが第2主題の旋律の骨格を、運命の動機のリズムで提示することで、第1主題部から第2主題部へのスムーズな連結が、図られ、 二つの主題を統制する役割を果たしている。また、第二主題においても、運命の動機のリズムが対戦率としてまとわりつく。この楽章は、動機の展開技法に優れたベートーベンの最も緊密に構成された作品の一つとなっている。なお、そなた形式における提示部の繰り返しの有無は、演奏家の解釈によって様々だが、 この楽章の提示部の繰り返しが省略されることはほとんどない。例外として、ブルーノ・ワルターが反復せずに演奏しているほか、アルトゥーロ・トスカニーニの放送録音の中にも反復なしの演奏がある。提示部では、第2主題が提示される直前に、波短調の主話音 C、S、G から C、S、ジャス、A からナルゲン7の和音に移行し、 それが変歩調調のドッペルドミナントとして機能し、変歩調をのく和音に解決して、第二主題が、破綻調の平行調調の変歩調調で表される。対して、再現部では、代用する箇所で、破綻調の死和音、C、S、G から、同じ弦7の和音に移行するが、ジャスが異名同音のフィスで表記され、今度は、それが破蝶調のドッペルドミナントとして機能し、 波長調の続和音に解決して、第二主題が、波短調の同主調、波長調で再現される。変異調調、八分の三拍子、変装曲。A, B, A, B, A, B, A, A, こうだからなる、感情学章。A, 第一主題は、ビオラと、チェロで出る穏健なもの。B, 第二主題は、木管、続いて、金管で歌われる、力強いものである。 A で16分音符に分解された第一主題は、A ではさらに32分音符に分解され、その流れに乗って一つの山場を築いた後、木管による計画が添えられる。短縮された B を経て、A では変異単調となって木管にで、続く A の前奏で、第一主題の変奏はクライマックスを迎える。ピューモッソで駆け足になって、コーダに入るが、すぐにアテンポとなり、 第一主題の欠尾部で完全と締められる。変装の名手であったベートーベンは優しさから力強さまで主題に隠された要素を巧みに引き出している。同時期に書かれたピアノ・ソナタ第23番、熱情でも中間感情楽章は流麗な変装曲でり、筆地に共通した点が読み取れる。なお波端長の作品の感情楽章に変異蝶々を 選択することはベートーベンにはよく見られることであり、ピアノソナタ第8番、悲壮の第2楽章が非常に有名であるほか、バイオリンソナタ第7番にも見られる。見方によっては、ソナタ形式の要素も指摘される。上記 ABAB は定示部と、そのリピート AB が自由な展開部、そして A a は B を除した再現部である。二重曲の形式は、後に、 公共局第9番の第三楽章でも利用されている。破綻調、4分の三拍子複合三部形式であり、スケルトマイナストリオマイナススケルトマイナスコーダという構成を取る。チェロとコントラバスによる低音での分散和音の後にホルンによって提示されるスケルトの主題は運命の主題の冒頭の給付を取り去り、 スケルツォの三拍子にうまく当てはめたような形になっている。トリオでは、波長長に転じ、チェロとコントラバスが、トリオの主題を提示した後、他の楽器がそれに重なっていく、フガートのスタイルをとっている。トリオの後再びスケルツォに戻り、不気味なコーダからアタッカで次の楽章につながっていく。ベルリオーズはこの楽章のトリオの部分を、ゾウのダンスと形容した。また、 演奏会でこの曲を聴いた子供時代のロベルト・シューマンは不気味なコーダの部分に差し掛かった時に同伴していた大人にとても怖いと言ったと伝えられている。なお、主ブとトリオに反復指示のある版もあり、指示に従って繰り返して演奏される場合もある。1968年、ピエール・ブー・レイズが弟子のカニジウス・クロース・コネチアスの助言を受けて、 第三楽章利用の後だ、カーポ、最初から繰り返しを行う五部形式を取った録音を行い、1977年には、ベータース社からだカーポを採用した皇帝の審判が刊行された。これは、初版パートプに断片的に残っている恩恵を元にしたものだが、初版刊行後に作成された、筆者資料がだカーポなしになっていることやベートーベンがだ。 カーアポの削除を指示した書簡を持っていることから、1990年代に入って刊行された、ブライトコプフ社のクライブ・ブラウン、クライブ・ブラウン皇帝による新原点版ではアドリブとされ、2013年の新前週版でも、カッコ付き、皇帝のベーレンライター版でも正式な採用は、されていない。ただしフランツリストによるピアノ編曲版を演奏した、グレン・グールドをはじめ、 ノリントン、ホグウト、アーノンクール、デルマーバン仕様と名打った、ジンマンなど、リピート採用の演奏が CD になっているケースはいくつもある。波長長、4分の4拍子、そなた形式、定時部反復してあり、第3楽章から続けて演奏される。この楽章では、楽器編成にピッコロ、コントラファゴット、トロンボーンが加わる。 そのため色彩的な感楽器が増強されたのが苦笑に比べて響きが非常に華やかになっている。第1主題は土味ソの分散和音をもとに構成されたシンプルなものである。第2主題は運命の動機を用いたもので続く小結美主題は力強いものとなっている。展開部は第2主題に始まり新たな動機も加わり短いが充実した内容となっている。 その後第三楽章が改装されるが、再び明るい再現部に入り、型通りの再現の後、第二の展開部の様相を呈する壮大なコーダに入る。コーダでは加速し、アンから明英における、明の絶頂で華やかに曲を閉じる。ベートーベンの公共曲は、比較的あっけない音で終わることが多いが、この第五では、必要に念を押し、彼の公共曲の中では唯一、 ジャーンとフェルマータの音で終わる。なお提示部に反復の指示があるが、現在では反復されないことも多く、反復するかどうかは指揮者次第となっている。ただし、オーセンティックな演奏の影響が強まった20世紀終盤からは、反復されるケースが多くなっている。公共曲第5番について論じられた論文や書籍は、非常に多い。 ここでは特に学術的な議論の的になる代表的な点を挙げる。ベートーベンの弟子のカール・チェルニーによれば、キアオジという鳥のさえずりがヒントだという、中期のピアノソナタ第18番、ピアノソナタ第23番、熱情いずれにも現れている。ただし、第一主題として、激しく現れるのは、本作が初めてである。なお、 アントン・シントラーの伝記には以下のように記されている。運命の動機と関連する動機は、上述した他の作品でも見られ、例えばピアノ競奏曲第4番、弦楽四重奏曲第10番、ハープなどがある。その他、同一のリズムや音形が、楽章全体を支配する前例としては、ピアノ・ソナタ第17番、テンペストの第三楽章が有名である。また、 フルトベングラーは著書、音と言葉の中で冒頭の5小節に関して、2小節目のフェルマータは1つの小節にかけられたもので、あるが5小節目のフェルマータはタイでつながれた4小節目、含んだ2つの小節にわたってかけられたものであり、つまりこれは最初のフェルマータより、後のフェルマータを長く伸ばすことを指示したものである、と分析している。他の同じ部分、例えば展開部の冒頭、 そして集結部の終わりにも同じフェルマータの指示があるが、これはこの部分が作品全体に対しての進言としての機能を果たすことを聴衆に叩き込むため、この部分を調和した一つの全体として、その他の作品の部分から切り離すためだったに違いないと述べている。第一学章の第二主題の冒頭のホルン信号が楽器法においてよく問題になる。 定時部ではホルンで演奏されるのに対して、再現部ではファゴットで演奏されるように指定されていることをめぐって、再現部はファゴットで演奏されるべきかホルンで演奏されるべきかで意見が分かれている。ホルンで演奏されるべきだと主張する意見の根拠は、当時のエスカンホルンでは、再現部のホルン信号は演奏困難であったため、ベートーベンは音色が似通っているファゴットで対応した。 しかし楽器が発達した現代では、この代用は不要であるということを挙げるものが多い。一方、ファゴットで演奏されるべきだと主張する意見の根拠は、ベートーベン自身が書いた音符を尊重すべきである。S カンホルンで演奏困難なのは事実だが、C カンホルンに持ち替えさせれば容易に演奏できる。実際ベートーベンは、公共曲第3番の第一楽章再現部で、 ヘチョウチョウのソロを吹く一番ホルンに対して、ここだけ S 感から快感に持ち替えよという示せをしている。第四楽章で歓喜を表現するために、わざわざ当時珍しい楽器だったピッコロやトロンボーンを導入した作曲家が、これほど重要な箇所で、中途半端な妥協をしたとは考えにくいなどものがある。現在では、音色の違うファゴットをあえてベートーベンが指定したものと解釈し、 そのままファゴットに演奏させることが多い。ベートーベンの選んだ破綻調という調整はベートーベンにとって特別な意味を持つ調整であると言われ、それらの作品は皆嵐のようでかつ英雄的な曲調という共通点を持つと言われる。有名な例としては、ピアノ・ソナタ第8番、悲奏、ピアノ・ソナタ第32番、ピアノ競奏曲第3番、弦楽四重奏曲第4番、 バイオリン・ソナタ第7番、序曲、コリオラン、公共曲第3番、英雄の早々行進曲などがある。楽譜の初版は、ブライトコプフーンとヘルテル社より出版された。20世紀末までに出版された、原点版、ブラウン皇帝による、ブライトコプフ社審版、デルマー版、ギルケ版については記述。ヘンレから刊行されている、新米トー全集では、 5番と6番の工程を小島真が担当していたが、小島は1983年に死去。1996年に一度発刊が予告されたものの新資料の発見で再工程が必要となり、出版は中断。長年5番と6番の巻は工程者未定のままであったが、2007年になってようやく、ベートーベン研究所のイエス・ドゥフナーに決定。 2013年末に5.6番が公共局大参観として刊行された。返礼者ではこの審判を第一学賞のみ無料公開している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。